イジログをご覧の皆さん、せーの、スクールです。僕らのリョウです。はい、ギターの和樹です。はい、ギターのマルです。ベースのルイです。ドラムのジンです。はい、はい、ね、なんかよくわからんスタートだったけどね。そうで、はい、で、自分で笑っちゃったんでね。熱くなってしまいました。熱くなっちゃったね。はい、はい、我々スクリオですね、はい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 、8月の20日に、うん、リリースした、うん、僕たちのニューアルバム、うん、サイコモンスターズですか、うん、ちょっとなんか日本語おかしい、うん、8月の20日に、うん、メジャーセカンドフルアルバム、うん、サイコモンスターズをリリースしたわけですが、はい、はい、こちらの内容に関して、うん、じゃあジン君いってみましょうかね、うん、僕、はい、これでもかというね、こう言わんばかりに人々の心に突き刺さる、はい、感情たっぷりの楽曲たち、そしてスクリューというね、はい、軸をぶらさずバラエティ豊かな楽曲、うん、楽曲たちがいっぱい詰まった作品に仕上がったんで、うん、たくさんの人に聴いてほしいです。はい、はい、アートワークに関してですね、うんうんうん、こちらはですね、うん、ファイナルファンタジーや、うん、進撃のバハムート、はい、かっこいいですね、はい、書いております。イラストレーターの相葉亮介さんがですね、うん、我々のためだけに、うん、サイコモンスターズを書いてくれました。ありがとうございます。これはあの光栄ですわ、うん、はい、ないことですわ、ね、うん、と一生に一度のプレゼントですわ。そうですわ。本当に感謝します。ありがとうございます、うん、はい、はい、ということでですね、うん、ライブの告知、うん、なんですが、うん、リーダーからちょっとガツンと、はい、そうだね、はい、全国20ん全部で25本あるわけですけども、うん、その一本一本ね、まあ、最高なもんにし、うん、最高なモンスターにし、最高なもんにし、あら、別にうまいこと言ってないわ。笑うね。でね、12月28日、はい、ファイナルとなるね、渋谷アイアシアター東京、うん、というところでね、はい、ファイナルがありますのでね、もしよかったら皆さん遊びに来てください。はい、はい、ということでですね、うん、一個お題があるんですけど、ね、あ、質問ありますね、はい、はい、こちらのウェブということで、うん、時間の制限がないので、うん、これ1時間ぐらい行きたいと思います、ね、よし、よかった、1回あ、一服とかも、うんうん、オッケーオッケー、ディナーと聞いてもらう、ディナーね、まあ、自分の番だったら、うん、帰ってきます、はい、最近、ハマっていることがあれば、なるほど、教えてください。確かにこれ1時間かかるわね、1時間かかっちゃうね、じゃあ、ドラムス、ジン君から、はい、僕ね、最近ハマってることはね、はい、あの、家の、自分の身の回り、その仕事するスペースの周りをのインテリアをちょっと新調することにね、あのハマってますね。例えばどんなの？例えばあのパソコンスピーカーとかをちょっと新しいもの買ってみたりとか。何にしたんですか？あの全然高くないものなんですけど、うん、今までこうすごい安いの使ったんで、うん、ちょっといい音を聞こうかなと、そういうとこにハマってますね。そういう周りを固めて集めるの。なるほど、なるほど、楽しいです。とってもジンクらしい感じですね。はい、ルー君、何かあります？空港です。空港、空港にいるのが好きなんですよ。別に飛び立つわけじゃない、うん、あの外人さんいっぱいいるじゃないですか、空港行くと。はいはい、なんかあん中で飯食ったりお茶してるのがで、ぼーっとしてるのが好きなんです。あ、じゃあ成田空港ってことなんですか？そうそう、成田空港。なるほどね。休みの日とか昼ぐらいから行って夕方ぐらいまでぼーっとして帰ってきたりとか。じゃあ成田空港に行けばごく稀にいますね、俺。あ、でももしかしたらこのね、You は何し日本へっていう番組でね、うん、ルークが取材されたかもしれない。見るからに日本人です。映ってるかもしれない。映ってるかもしれない。見切れてるかもしれない。そう、要チェックとかね。なるほどね。じゃあその空港大嫌いな学君の空港だけは苦手ってたもんね。いや、そんなことはないんですけど、ハマってることですか。うん、いや、暑いじゃないですか、うん、はいはい、いっぱい水を飲んでますね。ハマってることかどうか。ドリンキングドリンキングしてますね。違う言葉いいんじゃないかな。他あります。あとビールも、時間はあるビールもいっぱい飲んでます。ドリンキングドリンキングやっぱ飲むことから離れられないんだよ。なんかそっから離れて、うん、どうでしょう。あと飯もいっぱい食ってます、ね、やっぱね、こう食ったり飲んだりするとあれなんドリンキングドリンキングフーディングフーディング。なるほど。あといっぱい寝てますよね。あ、もうスリーピング。あ、ドリンキング。全部だからね。ああ、じゃあ人間らしいあれ向いてしたね。そうですね。で飲んで寝て、うん、やってます。なるほど。いいだ、なんかあります。俺はね、やっぱダーツとかかな。あ
あの昔ハマってたんだけどね、はいはい、最近またあの新しくハマり始めて、うん、これ何人投げてるんですか、リーダーぐらいに投げてる。俺大体ね、うん、あのムササビをムササビ突拍子もないとこ来たね、ムササビ。そうそうそう、ムササビをね、うん、夜捕まえては投げて部屋に。なるほどね、うん、そうそうそう、ムササビに向かってこう投げてんじゃなくて、ムササビを持ってこう投げてるから持って、うん、結構傷のとこやつらリリースしてるわ。最初はこんな感じだけどふわーってこう広がってくる。ああ、その体感のある場所ですね、ムササビ祭りだね。はあ、はあ今度その映像ビジュログさんの方で流したい。あ、ぜひぜひぜひ。はい、馬園美穂くんどうですか、ハマってること。僕はですね、うん、もう生まれた時からなんですけど、うん、こう何にもハマらないことにハマってます。あ、肩にハマんねえぞ俺はそれがそれ逆にいいんだなっていうね、深いようでよくわからない言ってることがね、ちょっとね、わからないけどね、うん、なるほど、はい、まあね、枠にハマらない、うん、肩にハマらない、そうです、そうです、はい、そんなスキルですかね。ナイスフォローですね。ナイスフォローですね、はい、ありますはい、ライブはね、うん、本当にあのかっこいいんで、うん、うん、そうですね、このギャップを楽しんでもらっていいですかね、うん、はい、ね、ということで、はい、はい、せーの、スクビでした。バイバイ。